つぴよ、おつぴよーん、おつぴよー、こんばんは。いや、今日はチャーミングトリップになってまいりました変身してまいりました。はい、こんばんは。なんか朝帰った時にさ、こっちの右目になんかメイクがなんか目の中入ってる気がして気になるのですが気にしなかったら問題なし。チャミチャミ、そうです、チャーミング、あ、チャーミングでございます、チャーミングよっちゃん可愛すぎて気になる、気になっとけ好きなさはい、来週のリリーベさらに本数が増えた両手ピナリウムで見に行きます。すごっ、もう十分多いのにね。チャートリのインスタ可愛いが溢れてる。お、見ましたか、チャートリのインスタ。皆さんフォローしてますか、チャートリのインスタの今のフォロワーをチェックしよう。チャートリのインスタフォローしてんの、みんな。チャートリ、ん、チャーミングトリップ、4524人、5000人になりたい、5000人になろう。ということで、まだチャーミングトリップのインスタをフォローしていない人は今フォローしに行ってください。ギクギクってなってる人は今フォローしてください。チャミングトリップのインスタフォローしなさい。サムキさん、レイマスターありがとう、キラキラー。なちゃんを見逃さないために全てフォローしております。えら、すぐにフォローしてくる、えらはい、えら、いや、ちょっとインスタフォローしてる、ありがとうね。待って、フォローしてなかった、かっこ言いました、危ない。お、ほんとだ、4525人になったあ、26人になった、2人フォローした今チャートリのインスタ14しかなくて天才。そうだよ、今日もいっぱいインスタストーリーでね、あのサラピ、中の人はサラピなんですけど、サラピが、私がいっぱいインスタストーリーにいるよ。まず公演の MC 打ち合わせをしている時の二人を乗せてくれてるんだけど、これは普通にこうやって話しとった、真面目な真剣な顔して話しとった最初ね、ねえねえみたいな、何話す MC テーマ、ほんまに思いつかうみたいな話をこんばんが話しそうな時にサラビーに取られたのけ、うーん、どうしようかなって急に可愛こぶるかん、あの、なんだろう、 MC を考えてる風景にしたみたいな。そう、うんうん、そう、フォローしてきた、褒めて、お、ほんとだ、28人になった、めっちゃフォローしてくれるじゃん、ありがとうね、みんな、ありがとう、こういうありがとう、楽しかったね、久しぶりに見たよ君お、お誕生日ね、おめでとう、ハッピーバースデーだね、おめでとう、いい誕生日になったかな。今日は初見ですずっと気になってて、やっとアカウント作ったので配信見に来ました、うえー、嬉しい、やっほーよかった、今日配信して、じゃあ、うんうん、みひが、ひろちゃんは関西弁上手くなったって、そうだよ、私ね関西弁上手って褒められるの、みひに、あの、うるさいとかなんだっけ、うるさいと今日何褒められてたっけ、なんか褒められてたんだよ、何やったっけ、ちょっとわからん、そう、
イントネーション合っとるって言われた。ほなちょっと言うてみて、ほら合っとるこれ。今関西弁で文送ってくれたら私多分合ってると思う。私関西弁のイントネーション合ってると思う。伊勢関西弁じゃないと思う。うん、そう。ほなちゃうか、ほんまや。合っとるやろ。私ね関西弁のイントネーション合ってる、 S じゃないって言われる、言われた今日右に。そう。そう、ネイティブだわこれは。ちょっとまるで海外の言葉を私が喋れるみたいに。え、先週のグリアリの本になりましたって、えん、嬉しい、ラブラブユー。急にネイティブに喋る。そう、インスタストーリーは急に抱きつくひなさんも載っているので、ぜひチャットリのインスタね、今フォローしてくれた人ありがとう。え、32人になった。ちょっと待って、めっちゃフォローしてくれた、みんなが今この配信を見てくれてる、みんながありがとう。5000人目指そうね。そう、ちなみに私のインスタグラムもフォローしてくれてるよね。こんばんは、初見さんいらっしゃいね。爆笛やんねえ。リアルタイムでフォローチェックしてた今。フォローしてきた、褒めて、え、えらい、よちよち。抱きつきひなちゃん可愛すぎてループで見た。嬉しい。抱きつきひなちゃんのインスタストーリーも24時間で消えてしまいます。いやでもあのハイライトに多分まとめてくれる。ここにね、ここにハイライトがあってね、ここのひなってやつはあのひなちゃんのあの今までインスタストーリーに載ってたやつがまとめて載ってるんで、あ、ほらほらの抱きつきひなちゃんも載せてくれる。早っね、これを見たらいいね、なくならない。あ、たった今フォローし、インスタフォローしました。どっちだろう、チャーミングトリップの方なのか岩田ひなの方なのか、どっちでも嬉しいです。ありがとう。可愛いの集大成。サラビ様に足向けて寝れない。有能すぎる。サラビ様、サラビ様には皆さん足を向けないでください。そう、ひなが言ったんよ。でもなんかさ、メンバーみんなのハイライトあったらいいね。ひなが言ったら作ってくれた。仕事増やしてごめん。ありがとうね。うん、うん、私も今インスタグラムフォローいたしました、ありがとう。あかん、すでにずられてるわ俺。あかんな。関西弁で話す人。私は今ね、今 4.4 万人なので、うん、あともうちょっとで 4.5 万人に行きそうなので頑張って、はい、インスタグラムもね毎日投稿できるようにね頑張ります。はい、サラピ様 SNS からメイク吉田までお世話になりました。そう、さらにはインスタもやってくれるしメイクもやってくれる。なんでも頼んじゃう。ぜひ。うん。そう。今度からリーダーも、そうリーダーもやってくれるらしい。やりすぎー。ありがとね。
48さんめっちゃ可愛い、ありがとう。ひらぴよが大人になっちゃったって、どうした、どうして大人になっちゃダメだったかな、ごめんねごめんね、うん、そう頼れるリーダーなんで、うちのサルピ。いつ見てもお顔もお顔も可愛いなちゃんだありがとう、いつも褒めてくれて。あ、あとね、いやじゃあ今日可愛いかな、見てくれてたひなのことねえヘラひなのこと見てくれてたの、ありがとう、嬉しい、嬉しいよ。 TikTok のひなちゃんのターン好きすぎて何度も見てるひな的にはもうちょっと食い残してターンしたかったんよ。あのね、踊っとるこの場所がなんかなんかね、雨が降っとったんよその日ちょうど、でなんかね濡れとってね地面が、そう、それでなんかもうちょっと首残してターンをしたかったんです私的には。悔しい。個人のインスタをフォローしました、ありがとう、頑張って投稿しますんでね。そう TikTok、ひなちゃんのターンが見れる TikTok は STU のアカウントで投稿されております。え、それな、ショーパン珍しい、なんかね本当は違う衣装やったり、なんか本当はブリブリヒアザみたいな衣装やったんやけど、なんか変わったんよね、最初の衣装残してないけど、ちょっとこっちね、ねいつ撮ったっちゃう、あれもうこの辺のラブユー、あ、最初の衣装撮ってないかも、 LINE に残ってないかな、10枚目 LINE に、10枚目 LINE、 どれ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 、 LINE がいっぱいあってわからん、どれだ、 LINE がいっぱいある、あれ、いや最近最近最近絶対やと、あったた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 た、うん、衣装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 、乗ってないかもな写真じゃなくてさ、うん、載ってないかも、載ってないありそうでない感じの、これありそうでないや、なかった、資料がなかった、うん、おかち、うん、怒ってると思ったんだけど、異常な資料、うん、そう珍しいのインスタにねあげようかなって思ってたんだけど、まあちょっとあげないと思うから、どんなの切ったかというと、不思議なやつ、こういう切ってた不思議な形のこのなんだセーターじゃなくてなんだろうね、なんかおしゃれ、うん、とにかくおしゃれ、なんか、ね、右と左で違って長さがどうやって切るんってなってこれ合ってますかみたいな聞いた思い出があるな、そう、右と左の こっちが長いみたいになってて、これ合ってるんかな合ってる、可
顔なし。そう、なぜならインスタに載せるかもしれないから、顔なしでお届け。そう、2番のダンスはこうリボン使う振りなんですよ。ポイ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 、大変だった、リボンを綺麗に見せるのが。髪型可愛い。いや、髪型可愛いでしょ、今日。今日はね。あ、ちょっと上が見えないか。これです。編み込み。うん。おーおー、余裕の絵さん。クマありがとう。クマーん。ホテトさん。10周年。ありがとう。10。うん、声ありがぴよ、久しぶりに感想ポストしといたぴよって、ありがぴよまた来てね。本日の日向坂かわいすぎてあかん嬉しい。こっちも編み込みが入ってるよ。あのちょっとね、分かりづらいんですけど、こっちにやや多めになってる、あの分け目が、こっちがちょっと多い、こっちがちょっと少ないの編みたらしみたいな感じです。こっちは止めてもらって、こっちは出してもらってます。あのなんていうのか、このピロゲピロゲこのピローンってなってない、しまって、そう、なんか可愛いかも、この髪型気に入ったかもってメイクさんに言ってた、かわいいこの髪型。なんかね、何年か前の浴衣を着ているひなちゃんの写真がこの髪型しとってかわいいなと思って、今日やろうってなったんよねあ、まさにジャーミング嬉しい、似合ってるよ、似合ってるって嬉しい、やったね。髪が伸びてきたのでだいぶちょっとアレンジしてもいい感じの長さになりました。シュンと、うん、で今日はクシュパーか、うん、クシュちゃんの毛がついてる、さっきモフモフしてたからクシュちゃんのこと、黒いと目立つ。髪切る予定はなし冬は長くしたいの、うん、シュ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 、クシュパーカーの季節です。そう、最近寒いからね、うん、すごい寒いよね。かわいいフェスティバルだね、ちゃちゃちゃ、かわいいフェスティバル、ちゃんちゃんちゃん、ちゃ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 ママのアップルパイ、おしゃれして出かけよう、クッキーを手作りにしよう、たくさんのお友達、みんな I love you、 ワクワクして、やばい、もう振り付けが完璧すぎてるかまいいフェスティバルの振り付け完璧もあすぎてる、やばい、うん、どうしよう ワクワクしたりそわそわしたり女の子でも男の子でもみんな一緒に歌いましょう、あわいしましょう、かわいいフェスティバル、世界中のすべてにありがとう
ね、完璧、振り付け完璧、可愛いフェスティバルなんで、ちょっと任せて、可愛いフェスティバル完璧です。私踊ってみた動画を個人ファンクラブに出そうかな。可愛いフェスティバル踊ってみた。本当にサンリオさんオファー待ってます。私いつでもバックダンサーで、サンリオちゃんのキャラたちといつでも可愛いフェスティバル踊る準備できてます。いつ呼ばれても完璧に踊れます。マリンメッセのサンタコス楽しいって、ねえ、もうちょっとだね。やばいね、ひなさん。なんかクリスマスとかさ、もうあと半年後ぐらいの気持ちいいけどさ、来月クリスマスなの、やばすぎる。心と時間が追いついてない。え、来月クリスマスじゃない。本当に追いつかんわ。来月嘘やんってなるね。あ、大分のねハーモニーランドもぜひとも行きたい。近い、そっちの方がピューロよりも。ん、元ピューロスタッフの友達、確かにめっちゃあざとい。いや、ちょっと待って、ピューロスタッフの人みんなあざといん、マジか。クリスマスは休むって言うてきた、まるで彼女がおるかのような。あ、ひなちゃんが彼女ってこと。そう、もうドリミネーション、広島のさ平和大通りはあのドリミネーションって言ってイルミネーション行われるんですけど、もう設置完了しとった。すごい、うんうんうん、クリコンがねあるかな。あるかな、クリコン。クリスマス、クリスマスのコンサートで絶対にやる曲、メリーメリークリスマス、ホーリーナイト、あなたに会いたい、メリーメリークリスマス、ホーリーナイト、特別な夜に。これ 120% やる。はい、クリスマスがいっぱい、これは 120% やると思います。はい。クリスマスは仕事で苦しみますです。かわいそうだね、よちよち。クリスマスも働いている人がいるからみんな楽しめてるんだよ。うん、ありがとう。サンリオに転職しますか。そうだね、私がもし STU を辞めることになったらサンリオで踊ってます。え、今年のイブは日曜日だねって。じゃあイブの方があれだ、ラブラブになっちゃうんだ。言い方ね、やばいじゃん、日曜日にイブって。ペペ、全世界のリア充たちに今ペってやっときましたんでね。そう、うんうんうん、そう、まあでもね、もしかしたらあのクリスマスコンサートあるかもしれないから、うん、そうなったら私はもうリア充。うんうん、そう、イブイブとイブがもうペッ。うん、みんなを代表して、そう、みんなを代表してペッってやっときます。リア充。虚しくなる。そう、リア充だとペンまでされるのか、羨ま
ペッてされた人いた。まさかのご褒美。うーん。そう、ひながいるからペッて思わない。嬉しい。思わんといて。あの配信するけんね、あれがなかった、クリスマスコンサートなかった、配信する。うん、うんうん、クリスマスコンサートそんなに夜遅くに終わらんかったら配信するね。どこでやるかもわからんけんし、もしかしたら東京でクリスマスコンサートするかもしれんけん。そうね、その時と場合によるけん、クリスマスコンサートがあった場合はちょっと配信できるかどうかは分かりませんが、もうなかったらね配信する、うん、確実にみんながペッてしないように。うん、そうない場合は配信で一緒にケーキ食べる、それにしよう、約束ね。絶対リア充になる、よし。関東ならワンちゃん行く、ワンちゃんなんかおつぴよー、おつぴよだよーねー。クリスマス、ひなちゃんとリア充、ひなちゃんとリア充になろう。ライブがあるなら参加します、嬉しい。去年のクリスマスコンサートも楽しかった、あの星空キャラバンができたのが楽しかった。かわいいあの曲。ひなじゅう、ひなじゅうだね。仕事の休み取れたら沖縄でも北海道でも行く。まさかの沖縄でクリスマスコンサートはちょっと面白すぎる、奇想天外。ね、サンタ衣装着ますか。まあ、クリスマスイベントあったらもちろん着るよ。友達に口塞がれたことありますか、こうやって。あるようなないような。何の質問。こんばんは、こんばんは。ね、今年のサンタ何色だろうね。ひなちゃんはねピンクサンタになりたいな。そう、いつもピンクサンタになりたいな。キュルルン、トナカイさんも可愛いよか。ユウさんね、今年初めてねトナカになったよ、某撮影で。某撮影で私今年初めてねトナカになった。いつもサンタになるんだけど、色は自分で決めるんですか。いつも決められます。でもみんなみんな一緒、みんな青とかみんな赤とかみんな白とかかな。ソリの人、ソリの人はいない。多分コスプレでソリを着た人はいないかな。ツリーの人いたよ、でもツリーの人。ここまでミーヒンと喧嘩してたけど仲直りした。あれは仲いいやつだって。
喧嘩じゃない。あ、仲いいやつとか喧嘩じゃないよ。うん、こんばんは。うんうん。仲良くで引っ張らせてください。じゃあ引っ張ってもらおうか。よいしょ。どこどこまでタクシーのように使おうか。でも広島ね、トナカイ、トナカイだっけ、あれ現れるよね。白い牛さんだ、うん、白い馬さんだ。白い馬さん現れるよね、広島。クリスマスのね、季節になったら白馬に乗せてもらって、あの平和大通りを横断してくれるの。そう、これ本当です、これ本当。なんかあのシンデレラのかぼちゃの馬車みたいなやつに乗せてもらえるんよ。平和大通りに乗れるんよ。そう、乗れる。なんか予約かなんかで、そう、リアル白馬に乗れるんですよ、広島。乗ろうかな今年。予約して。乗ってない。その白馬とこうやってピースで写真撮ったことはあるけど。乗ろうか。予約制なの、死ぬ。急には乗れんな、やっぱ人気やから。そう、ちょっと予約制なんよね、きっと。調べてみよう。広島大通り白馬、マッサージ白馬が出てきた。なんだろう、クリスマス。1便の定員は12人。見晴らしがいいという馬車運転席は各便限定1席を授ける。じゃあひながさん、この部分に乗っとったらさ、みんなさ超見れるんじゃない？いい宣伝カーのようになってしまうのでは。宣伝カーやな。うん、あ、でもやっぱ11月12月の予約って書いてあります。11月23日から1月1日までの水曜日曜、予約はイポモビルまでって書いてある。イポモビルに予約せんといけんの、やっぱり。うんうんうん、その時呼んでください、見に行く。ひなちゃんが白馬で平和通り横断中。お姫さんに ならずかな。ドレス着て乗っちゃおうか。スペイベ閲覧無料スペイベ。うん、そう、でも乗ってみたいよ、これに、白馬のやつに。カメコ OK。 カメコ OK だよ、さすがに。自由、撮影自由。ひなぴよ姫優勝パレード、本当に優勝パレードみたいになっちゃう。
楽しそう。一人でパレードしようか。うん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 。本当にパレード。やりたいけど勇気が出んの。これはとってもやりたいが、ね、素敵な企画ありがとう。ファンミで、ファンミでキヨちゃんとクリスマスデート、それはやりたいか。うん。STL で貸し切ってパレードしよう。定員12名で特別席1席なんですけど、いいですか。特別席誰が座るか。凶暴戦になるの、これは。じゃあ今日もかわいい、ありがとう。本当に次のファンミが決まりました。ファンミの時面白すぎて、ひながパレード状態になってるファンミ。謎ファンミ。スペシャルゲスト白馬、おしゃれすぎてる。白馬をスペシャルゲストに呼ぶひなちゃん、おしゃれすぎる。どういうこと。かっこいいすぎる。最近カメラ欲しくなってきました。いいよね、ひなも。カメ子さんの写真を見るたびにカメラがね、上手に使える人ってすごいな、尊敬の本当に気持ちです。うんうん、欲しくなるが、私は多分綺麗に撮れないな。とひなちゃんは可愛く撮れるようにレンズ買おうか悩んでるって。ええー、嬉しすぎる。あ、週末に新しいカメラ注文よって、すごっ。みんなひなちゃんを撮るために。嬉しい。ね、一応の乗ったら馬が欲しくなるよ。馬ね、おじいちゃんちにいるよ。馬、おばさんいるよ。うん。うんうん。白馬じゃない、茶色馬。ミアリンで初カメコだったけど、そもそも人を撮るの初めてでした。やつのために。それだったら嬉しいな。いつも楽しそうでいいね。いつも楽しいよ、私は。みんなと話しているこの配信。
とっても楽しいだ。うん、王族か何か。うまおおじいちゃんのおいしいうまを作ってます。なんか言ってたっけ、なんだっけ、なんかあれあるで、競馬の馬がなんとかかんとかで、なんか競馬の馬なんだったっけな、なんで馬を持ってるかちょっと忘れてしまった、うん、いつもニコニコなとこ好き、あーほんとにニコニコ。なんとかかんとかなんか競馬の馬がなんとかかんとか言ってて、そのなんとかかんとかを忘れてしまった。うん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 、うん、馬主、なんか馬主、競馬の馬になんかなれんかったみたいな、なんかそんな感じだった気がする。なんとかかんとか、うん、うんうん、忘れちゃった、ね、うん、やだ、一族はみんな動物飼ってる説、なんで。そんなことないよ、うん、うんクッションの遊び相手ないぞ、クッション潰される。クッションのサイズこんぐらいだとしたら、馬のサイズはこんぐらい、ちょっとな、うん、うしゃぎさんだから、クッションは馬さんとは仲良くなれないか。うん、今日の髪型めっちゃ可愛い、嬉しい、褒められて、みんなが今日の髪型褒めてくれ、私よー、あみ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 ね。あずぴよ、うん、今の髪の長さ一番好き、嬉しい、このミディアムぐらいの長さがな、今は。あ、そう、アザージャケットサイン会は18か、そうなの、今日アザージャケットサイン会のお知らせが来たと思うんですけど、18日に行われます。アザージャケットっていうのは私のそのソロジャケットのやつがあって、それにお名前とサインを書いて、あとなんかあの人がメッセージひなに送ってくれるよね、確かのやつなんですけど、あの普通さ、ジャケット写真、こう CD でもらった時のジャケット写真って大体、まあ、メンバーが6人も写ってないな、4人ぐらい写ってたりするじゃん、5人とか。でもそれをソロジャケ写にできるし、ひなさんのサイン好きのジャケ写にできるっていう優れものでございます。こちら私は18日土曜日14時スタートらしいので、ぜひぜひメッセージ毎回悩むね、え、みんなのメッセージ毎回楽しみ、私は。あ、ね、お名前も書くし、サインも書きますよ。お昼で助かるって、確かに土曜日のお昼、うん、結構いいね。なんか URL がユミリンの卒業コンサートの見逃し配信チケットの URL が貼られとる、勝手に。
あれ私 URL、 うん、あのジャケットのやつの URL にしようかなと思ったらなんかユイニーないで当てた。あとはジャケットサインダーの URL は私のこのなんだっけ固定コメントみたいなやつなんて言うんだっけ、ウェルカムコメントか、ウェルカムコメントやるようにします。リミスタに書いとこう。勝手にユミリのやつ多分書いちゃいけん、これ多分これ書いたら怒られる。そう、うんうん、これ大事なやつだから。許してあげて。アザーズキッドサインの URL 貼れないやみたいな、怒ってない。びっくりしただけ。おりおり、なんかユミリンが置いてある。知らぬ間に、ね、勝手に勝手にって勝手にって言い方がダメよ。知らぬ間にあの買っちゃったから、そうそうそう、いいみたいな、びっくりしただけで怒った。うん。驚き、怒ってないね。リンク貼れる場所増えたらね、確かに2つしかさやれないじゃん。でもキャラリーさんもう再販ないんだっけ、ならそこ変えたらいいか。あるっけ、再販ないよね。再販なるのかな、よいしょ。うんうん、ないよね。あるか、いや、あるかもな。第6ぐらいまで再販する気がするけど、今はないだけだな、多分これまだありそうだからな。ちょっとそれは固定にしとこう。そう、固定、キャラにその固定。うーん、そのうちはね、あるから。多分まだまだあるからね、お話し会は。そうそう、ユミリンは固定。ユミリンは多分これ、固定です、はい。怒られちゃうから、ひなちゃん。すっす。おらよ、お前。ツボ。いや。うん。ウェルカムコメントにしますね。リミスタさん、あとはジャケットサイン会さん、うん、そう、さりげなくその追加されとった URL が、それで、そう、それがもうツボすぎる、うん、あれ、超さりげない。日野さん、え、本当に最近この2つじゃなくしたいん。なんかチェキのやつもリンクにしとって、本当に最近、あ、そういえばチェキ買い終わったけんこのリンクいらんやんと思って、本当に最近このチェキ買いのリンクを消したんよ。だからさ、なんか私がもしここにまだチェキ買いのリンクを貼ったままにしとったらどうなっとったんやろって思うよ。
伝えとったかな、次回のリンクね、うん、そう、やつ残しすぎそうな、やつ仕事貯めるタイプの人だから勝手に上書き、勝手に上書きで次回の記載とって面白かったなおもろい、うん、あ、2枠使ってる人はそのままでしたって言ってる人がいる、メンバー2枠使ってる子いたんだ、まだ何と何で使ってたんだろうその子は、ね、やっぱそのままなんだ、さすがに変わらないかそうなんや、うん、おもろいな笑顔に癒されるずっと笑っちゃうそう、私明日5時起きなんだよね、みんなどうする、しかもパッキングしないといけないんだけどさ、一個もしてないよひなねー止まらない明日多分、でも帰るうん、この配信はだからもう11時まで、うん、じゃないとパッキングしないといけないし、5時だからもう早く寝ないといけないうん、でも明日お仕事早く終わる気がするんだよね、なんか、うん、私も今日クシュティー着てた、お、ロンティーの方着てたの嬉しい、あ、今日クシュパーか、うん、そう、いや、じゃあ鼻声やし、早寝ないよ、そんな、私鼻声ないよ、めっちゃやばい鼻声マンなんか鼻声ないよって言っとる時の鼻声が一番鼻声やったふんはそう、なんか鼻声ないの、関節を生えてるみたいなんでお気を付けくださいね、優しい、気をつけます、うん、お疲れの顔しありがとう、配信は楽しいからね、うん、大丈夫だよ、うんうん、そう、みんな偉いよ、毎日頑張っててね、ゆいのコンサート高松から見に行って、また会おうね、あいより、ありがとう、高松から来てくれたの、ありがとう、うん、またね、高松にも行きますさあ、よしよしください、よしよし、頑張れ頑張れうん、四国行きたい、だって四国さ、なんかひなの中で四国は温泉のイメージがあるんですけど愛媛だけかな、もしかしたら、だからさ、やっぱこの寒い季節になったら行きたくなるね、四国うん、温泉旅行したいな、でも今度愛媛行くんよ、私イベントで12だっけ、あれ12はピースロックだな、12じゃなくて11だ
11日私は愛媛に行きますよ皆さん。イベントで知ってますか、私がイベントで愛媛に行くって愛媛にお住みの皆さん知ってますか。お、行きます、嬉しい。愛媛県県民文化祭に出演します。県民文化会館メインホールでライブをしますんですね。そう、だから愛媛県の県民文化祭にね出演しますよ。ひなちゃんのスケジュールは全部カレンダーアプリに入っている。それそう、ひなちゃんのスケジュールのアプリと一緒の状態になってるってこと。そう、なんか珍しいメンバーで16人、珍しい16人でそのイベント出るん。そう、11日はピースロック、あの平和を願うフェス、初めて広島県でフェスができたんですよ。アイドルフェス、アイドルアーティストさんもいるだろうから、音楽フェスか、あ、ロックフェス、それそれ新メンバーってこと11日の新メンバーってことです。はい、あ、そう、 HKT さんも出てるね、すごい。待って、マリーナホップドライブインライブ思い出す、わかる、めっちゃわかる。ねえ、なので11時には続けてフェスに、フェスというかはい、16人でライブをしております。よろしくね。はい、来れたら来てね。ということで、もう11時になるのでなっちゃった。ランキング読んでいこうかな。ねえ、私も明日5時起きだから早く寝なきゃ。10歳ステラさん、明日お早いのに配信ありがとうございました。こちらこそありがとう、見に来てくれて。12おばちゃん、おばちゃんのことが好きなさん。11セットヨタロウさん、馬のようにお使いしているが本物には負けるぜ本物に勝る、はい、あのお仕事してください10位はなちゃん、大好きなそ。9位ドリンさん、今日も顔味リミスタポチらないと、ポチってねよろしくだよ。8位メロンパンさん、メロンパンさんのことが好きなさん。7位ゆうきさん、ゆうきさんのことが好きなさん。6位ザッキーさん、今日も一日避難を持って君が好きだー、君も好きだー。5位横綱さん、横綱さんのことが好きなさん。4位さむきさん、高頻度読めるわ、頻度配信ありがとう、仕事終わりのチルに最適、あ、嬉しい、チルい、チルい配信でしょ、ひのちゃんの配信電気暗くしとかないかんかったかも、やばいやばいさあ、余裕のよのよさん、甘く好きのよちゃん、余裕のよさんのことが好きなさん。2位辻田祖さん、辻田祖さんのことが好きなさん。
そして1位がトロロパパーン、ホテイト坂道グループイコール池上さんです。ホテイトヤス先生の息継ぎ曲もついに完成した。楽しみまたお話し会でお待ちしております初見ですが頑張りました。いっぱい公演としてくれて嬉しい。また市においでね。ねえ、みんなもまたコメント市においでね。うん。そう。すごい髪型褒められる。またこのあみあみちゃんやろう。それでは。それでは本日も。あのチャーミングトリップ公演で見に来て、すごい鼻声になっちゃった。見に来てくれた皆さんありがとうございました。ちょっと明日はね早起きなのでね、ちょっと1時間だけ配信だったんですけど、またやりますんでね、見に来てくれると嬉しいでございます。まだフォローしてない人はね、ハートのボタン押してフォローして、また次の配信見に来てね。コメントもスペシャルギフトもありがとうございました。ではでは、なんだって、あ、インスタグラムと X と TikTok のフォローをよろしくね。ではでは、今日もつぴよでした。おやすみ、またねー。